吉田選手お疲れ様です。0-1 という結果ですけどどう感じてますか？いやもう負けるべくして負けだなと思います。まあ、テンポも良くなかったですし、コンビネーションも良くなかったですし、まあ、全然良くなかったなと思います。まあ、結果としてはこうなりましたけども、次の戦いに向けてどういうところを変えていきたいですか？いや、まずはもっともっとインテンシティ上げなきゃいけないですし、まあ、思い切ってプレーしなきゃいけないですし、まあ、次必ず勝ち点3取らなければいけない状況になったので、次に備えなければいけないなと思います。まあ、本来なら結果がついてきてインタビューしたいんで、次はぜひ勝ってください。以上です。はい、頑張ります。はい、以上です。ありがとうございます。